明智光秀の謀反により信長は全てを失った。かろうじて本能寺を脱出した信長と濃姫はただ二人きり、今は光秀のものとなった安土の天守閣を目指した。あなたを殺したい私、私が殺したいあなた。最終話、安土城を占領。世界はそれで十分だったはず。我は我のみ知る道を行く。あなたの思いをする。天守にてウヌを抱こうぞ。危ねえよこの城。誰かいるの？びっくりした。誰かいるの？なんだ誰だって、教えられねえ。あばよ。無駄に。無駄に一生討ち取ったわ。今日はこのくらいで勘弁してやるぜ。
だよ。討ち取ったわ。無駄よ。こんなところで美女に会えるなんて。消えてくれない。夢にしてあげるわ。すぐに。無駄よ。覚めない夢でも。綺麗なバラにはトゲがあるってこったな。消えてくれない。敵将打ち取ったわ。無駄よ。覇王は落ちたぞ、マムシの娘。私は覇王の妻、マムシの娘ではないわ。天守にてウヌを抱こうぞ。
見ればわかるでしょ。どれだけの人がその戯れに振り回されたか、お分かりか。戯れもここまでです。無駄に相変わらずね、光秀。戯れもどこを倒すの。無駄に無駄に手ごわいようだな。無駄に敵将討ち取ったわ。身はおしまい。この志を。あなた、信長の血を吸いたかったけど、私の心が欲しい。これであの人の元にいる理由もなくなった。おの、何を望む。信長を殺すに理由などいらぬ。欲しいのはあなたの英語。くれてやる。英語と言わずその先までも。